こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。ガチャも。イベント開催中です。オッケー、ラッキーバヌシ。駒場葵です。さあ、秘書。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。松並ゆいです。さあ。今日はもう飲みに行きましょう。カジュアルと微妙ですね。こんな感じかな。松並ゆい、久しぶりに見ました。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。はい、というわけで今回は、何です？新しい新章ということで、このカタラアラビアンはオスマなんですが、牝馬をつけてみたいと思います。まあまあかな、まあまあかな、いい配合だね。まあまあかな、いい配合だね。メジョラモノか。いい配合だね。まあまあかな、いい配合だね。なんだこのミッキー。いい配合だね。まあまあかな、いい配合だね、いい配合だね、いい配合だね。ミッキーの1700とか。まあまあかな。もう西のフラワー、北斗ベガもありますね。いい配合だね。おお、ダイワスカーレットとか。このまあまあかな。気になるのはこのミッキーですよね。つけてみましょう。ミンディか、ミッティじゃなくて。お、まあ第一段階はクリアかな。さあ竹の中を歩いていきます。走っていきますか。そして、お、すごいでかい滝から出てきたぞ。相当の素質のも馬か。そして集団の戦闘、これは相当の能力が予想されます。うん、かわいいね。褒められた施設は想像もつかないね。将来がとても楽しみだろうということで、牝馬ですね。
どうやったら小さくなるんだったっけ。こうか。ということで型のあが入っちゃってる。型のミッディでいきます。いや、いいんだけど。し型のミッディ、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 いいと思います。では型のミッディですね、デビューさせましょう。かなり集荷ショーにも間に合わないってことは、かなりの万世馬ってことになりますね。まずやっぱり2400は芝、この辺が合うと思うんで。お前ならいけるっていうか、1.0 倍来た。ただいまより、もちろんグリグリです。お前なら来たって言ってますね。これはすごいね、いい馬だと思います。とにかく秋華賞に間に合わないから小馬で走るしかないんですよね。ということで2歳なんだ、新馬戦ですね。まあ、とはいえいきなり秋華賞の後までワープさせるのは必死ですね。とにかく走らせて様子を見たいと思います。京都競馬場の白鳥もレースを見守ります。まあ、ぶっちぎりたいですね。12頭まずまずのスタートといったところであります。さあ外が行くのか内が行くのか、先手を取って9番マリンプロダクツ寺田橋、そしてその後ろからスエズチャンス、内を通ってスルスルとドキメキハーバーが上がっていきました。そして5番手にリュウアンデルセンであります。外から1頭モミジブレーブ、その内に1番雪景色、12頭が第1コーナーに向かいます。その後ろ5馬身くらいあってサファリハイセブン、注目は何といっても型のミッディ、圧倒的な人気混合ストーン、その外からは自然ドリーム、一番後ろに11番ドキロカケラ、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。さあ前の方はどうなっているのか、マリンプロダクツが先頭です。差が開いて3番寺田橋、それから2番ドキメキハーバー、そして外からは4番スエズチャンス、それからもう1頭6番モミジブレーブ、1番雪景色、その後ろでやりましょうかリュウアンデルセン。さあ第3コーナーに差し掛かります。この辺りちょっと離れている8番サファリハイセブン、型のミッディ、どのように差を詰めていくか。その後ろ3馬身くらいあって10番混合ストーン、その外自然ドリーム、ドキロカケラ、これがしんがりであります。3馬身くらいの差をつけて9番マリンプロダクツが先頭です。ちょっと離れて3番寺田橋であります。ドキメキハーバー、そしてその外にスエズチャンス、場内がドッときている、場内がドッときています。型のミッディ直線の伸び足はどうか、マリンプロダクツが受け出した。外からはドキメキハーバー、2番手にドキメキハーバー、型のミッディ一気にかわした先頭に立った型のミッディが6走だ。後ろからは何にも来ない、型のミッディこれはもう楽勝です。型のミッディ新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビュー勝ちであります。なんか癒しが使えるし、八馬身差ですね。ちょっとやっぱりこの2400ぐらいだったら抜けた競馬するんじゃないでしょうか。よく頑張った、偉いぞ。やはり芝ですよね。おめでとう。さあダート1400、あえて出します。ここはとにかくなるべくステータスをオープンしたい。勝てるといいね。 1.7 倍か、これもグリグリですね。投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。
なかなかいいスタートを切ったようでありますが、典型的な逃げ馬はいません。思い切っていくのは何か。チェリーボレット、先頭、外から一頭、ミナトヒーロー、これが、そのうちに一番サカナちゃん、府中のスタンドが揺れています。パタノミッティ、大歓声も後押ししているぞ。さあ先頭はチェリーブレットが一馬身リード、外からはミナトヒーロー、懸命に手を動かして横山とラブマシンガン、3番手にラブマシンガン、このまま粘れるか。チェリーブレット、この辺りで先頭に変わったか。完全に先頭に立ったパタノミッティ、ムチが飛んでいる。ラブマシンガン、パタノミッティ、パタノミッティが1着、あとは写真です。とにかく引き離す一方なんですよね、カトロミッディ。500万、ダート1400も何の損ですね。おめでとう。道原は悪くないって言ってます。おお、すごいね。芝1200だったらどうだ。勝てるといいね。 2.0 倍、一番人気です。ちょっと印が落ちましたね。やっぱり距離が短いのはマイナスか。カクワのゲティンスムーズ。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。ブライティアパワー先頭、そしてそのうちに8番マーブル天神、9番ディアーロビン、スタンドが揺れています。先頭行く緑の帽子はマーブル天神、ブライティスト懸命に追う。さあ先頭はマーブル天神が半馬身リード、いい足で上がってきている。パタノミッティ、パタノミッティが2番手、青い帽子、パタノミッティ先頭だ。外からカスビリです。ここでは負けられない。パタノミッティ1着、パタノミッティ末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。スタートはまずまずいいですね。1着4番、前でも戦える感じはします。やったね。伝説を序章に過ぎないって言われてます。まあまあかな。いい感じだね。はい、何です。木の時計が得意。あー、まあでも入れてみようですからね。ジェシー出してみましょう。いきなり面白いかも。はい、何です。やったね。ありがとうございます。ということでメダルをクエスト達成、やったね。です。イベント開催中だよ。お、いいじゃないの。勝負根性は高い。前に行った方がいいかもね。はい、何です。これでベストな状態なんで。はい、何です。さあいきなりジャパンカップです。無茶です。本格はもっと後でしょうからね。これで勝ったらすごいです。一番人気だね。なんと一番人気、しかも20丸が3つついてますよ。なんかすごいな。考えてみれば、2番人気がサンドピット、3番人気がパラダイスクリーク、4番人気アップルツリーで、エルナンド・ジューンですからね。日本馬で言えばマーベラスクラウン、ロイス・アンド・ロイス、藤山健山あたりっていうわけですから、まあちょっと
もっとメンバーが強いレースとしてはありますが、いきなりから見るとなかなかの強敵だと思いますよ。さあ、いいんでしょうか。いきなり G1 ジャパンカップに挑みます。府中が世界の社交場に変わるジャパンカップ、それぞれの国を代表する優秀が集まりました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、果たして先頭に行くのは、花を切ったのはサンドピット、マーベラスブラウン、内から1頭、藤山健山、エルナルド、7番パラダイスグリーン、12頭が第1コーナーに向かいます。6番アップルツリー、そのうちにフレイズ、10番グランドフロティナが上がってまいりました。カタノミッティ、ピンクの帽子が馬込みで揺れています。そしてその後ろから4番ナイスネイチャー、差が開いて8番ロイス&ロイス、そして内からは3番ジューン、前でありますが前4馬身くらいの差をつけて12番サンドピットが先頭です。ちょっと離されまして5番藤山健山、9番マーベラスクラウン、この辺りちょっと離れている7番パラダイスクリーク、エルナンドがそのうちにいます。そして6番手にアップルツリー、カタノミッティがその後ろ、それから足毛の馬体グランドフロティラであります。そのうちからは1番ブレイズ、その後ろでやりましょうか、4番ナイスネイチャー、12頭が第3コーナーに向かいます。8番天皇賞馬ロイス&ロイス、それからもう1頭3番ジューン、先頭の方はどうなっているか、依然先頭12番サンドピット、それから離されまして藤山健山、さあ直線に入る日本馬はどうか、そして外国馬はどうなんだ、パタノミッティ直線伸びてくるのかどうか、12番サンドピットがまだ粘っている、マーベラスクラウンが3番手、マーベラスクラウン懸命に追う、依然先頭サンドピット、ちょっと差がある、外から何が来ているのか、パタノミッティが懸命に手を動かして、シャルネとアップリツリー、2番手にアップリツリー、11番パタノミッティ大外から突っ込んでくる、頑張る頑張る、パタノミッティとサンドピット気温が差を詰めてきた、見てくれこの足、見てくれこの足、これがあなたの期待、パタノミッティだ。特にサンドピットが粘る中で足を伸ばしてしっかり勝ったのは大きいと思います。やったね。ということでいきなり1000枚、厩舎レベルはアップです。3着3番以上のように、当然そういうでしょうね。いいレースやった。相当の力持っていると思いますよ、この馬は。いい感じだね。480キロか、なんだろう、メロンかな。メロンか。体重はバッチリだね。はい、何です？ハードな調教でもケロッとしていてってことですよね。そこもいい。クエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。はい、何です？はい、というわけでですね、見事に、デビューした後、デビューは3連勝ですね。特にやっぱり短距離とかダートでも勝ってるっていうのは強いです。そしてさらにいきなりジャパンカップ無謀だと思ったんですが、しっかり差し切って勝ってしまいました。これは今後が楽しみですね。はい、何です？ということで次をどうするか、有馬に出すか、
WBC 出すかっていうのは考えたいと思います。まだまだ伸びしろあると思うんで、末恐ろしい馬になってくるんじゃないかなと思いますね。ぜひ今後もご期待ください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただけたら嬉しく思います。また動画アップ、ライブ配信などお知らせ、ですね、チャンネル登録のをするとですね、ベルのマークが出てまいります。そちらを押していただければお知らせ届きますので、そちらもぜひ、押していただくようご協力よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。